2024年も前半戦が終了し、巨人は貯金を8、順位も首位で終えるという最高のシーズンを送っています。しかしその一方で、打者陣の低調ぶりはファンにとってもあまり安心して試合を楽しめるものではありませんでした。岡本選手、坂本選手が不調である今、フロントもこの状況を打破するためにエリエ・ヘルナンデスを獲得、そして松原選手との交換トレードで西武から若林学人選手を獲得し、さらにここモンテスとの契約をオールスター前に発表しました。後半戦に弾みをつけるべく新戦力で補強していく巨人。しかし2軍には今年の初めに獲得した阿部監督の秘蔵っ子が控えていたことをご存知でしょうか。そこで本日は巨人優勝のラストピースとして期待されるヘルナンデス2世について紹介していきたいと思います。理想の攻撃型オーダー、今季は7月中旬まで投手力を武器に首位に立つなど A クラス入りした好調な巨人。今季の巨人は守り勝つ野球をテーマに掲げており、開幕から犠打や進塁打を重視する1点を粘り強く奪っていく野球を目指していました。しかし今季は完封負けが多く、6月22日のヤクルト戦では今季12度目の完封負けを喫するなど打線の強化は急務でした。そこで阿部監督はこれまで調子の上がらない大城選手を5番ファーストで起用するなど攻撃的なオーダーに組み直しました。990日ぶりとなる一塁起用に阿部監督はミスしてもいいと背中を押し、見事大城選手は起用後早速結果を残しました。元中日楽天でプレーした山崎武氏は、打つチームは後半期待できるんじゃないかなと、夏場はどうしてもピッチャーが落ちてきますので打力で勝っていかないといけないと思いますねと、夏場は投手陣の疲労が出てくるため打てるチームが優勝争いに関わってくるという見解を示しています。5番に大城選手を起用することで打線に厚みが出てきており、徐々に阿部巨人としてのオーダーができつつある中、鍵を握るのはやはりチームの顔である坂本選手でしょう。門脇選手や吉川選手、丸選手など巨人には左打者が多く、右打者は貴重な存在とも言えます。しかし開幕から調子が上がらない坂本選手を6月に2軍に落とし、2軍での調整でも結果が出ない中、わずか2週間で1軍に戻しました。4年ぶりの優勝に向けて坂本選手は必要なピースとなるのは間違いないでしょう。しかしこの早期の1軍復帰にファンも早すぎたのではないかという声は少なくありません。決して万全な状態と言えない巨人打線ですが、これから始まる後半戦の夏場に活躍が期待される選手がいたのです。ヘルナンデス2世、その選手はエスタミー・ウレーニャ選手です。ウレーニャ選手はドミニカ共和国出身で、2019年11月ドミニカで行われたトライアウトで当時の2軍監督であった阿部監督に見出され合格となりました。2020年から2022年の3年間を育成契約ながら、2軍監督時代の阿部監督から長打力を期待されるポテンシャルを秘めた選手です。2軍時代、2022年にイースタンリーグで57打点と打点王のタイトルを獲得するも、球団の方針により戦力外となり、楽天に育成選手として入団することとなりました。しかし楽天でも2軍暮らしが続き、2023年のシーズンオフに戦力外通告を受けていました。そこに巨人のフロントは目をつけ、この度育成選手として今年巨人に戻ってきたのです。ではなぜこのウレーニャ選手が再び巨人に復帰することができたのでしょうか。吉村編成本部長曰く、日本の野球を随分経験していますし、まだまだ私たちは彼のポテンシャルからすれば魅力はあると期待をしているというのです。内野はもちろん外野もこなせるユーティリティプレイヤーであることも大きな強みでした。そして4月19日、
支配下登録され、即広島戦で1軍に合流しました。しかし1軍では7打数無安打と結果を残せずに2軍降格となり、桑田真澄2軍監督の下で再び声がかかるように2軍でアピールを続けています。強打の右打者であり、内外野を守れるユーティリティ性が持ち味で、ポスト坂本になる可能性も秘めるウレーニャ選手、2軍では着実に成長しており、桑田監督も評価しています。2軍ではすでに57試合で7本塁打を放っており、コンスタントに長打をマークし続けています。調子のいいタイミングで1軍に合流できれば、ヘルナンデスにセレとして夏場の戦いも楽になるかもしれません。競争激化、最もウレーニャ選手は外国人登録になるため1軍登録4名の枠に入らなければいけません。今季抜群の働きを見せているバルドナード投手やグリフィン投手、さらに今季途中で加入したヘルナンデス選手、そして7月に獲得したココモンテス選手でちょうど4名になるのです。巨人 OB である高橋久典氏は自身の YouTube チャンネルでモンテス選手について予想を口にしました。打率2割7から8分、8月頭くらいから出始めれば10本塁打くらいできればと期待をしています。広角に打てるモンテス選手は今季 3A でありながらも打率3割3分5厘、本塁打9、打点47と所属するリーグでは打率トップを打っていた選手です。さらに本職はセカンドながらサード、ショートもこなす内野手なのです。現状では坂本選手が調子を上げられないため、巨人としてはファーストに岡本選手を戻し、坂本選手の代わりにモンテス選手を起用することも考えられるでしょう。高橋氏もこのまま行ったら吉川尚輝選手がいるので遊撃になるのではないかと思うけど、肩はそれなりにいける、問題ないんじゃないかな、守備に関してはと、決して打撃力のみでの補強ではないとのことです。おそらくは当面はモンテス選手とヘルナンデス選手の2人が1軍で登録されることでしょう。しかしこのモンテス選手の加入はウレーニャ選手にとっては覚醒のきっかけになるかもしれません。ウレーニャ選手もそろそろ結果を出していかなければいけないという危機感を持っているでしょう。高橋氏も助っ人同士の競争でチームに相乗効果が出ることを期待しています。そしてこの勝負を勝ち抜いた助っ人の活躍が巨人の命運を握ることでしょう。いかがでしょうか。今季2年連続 B クラスからの脱出だけではなく優勝も狙える巨人。しかし今季の打線は湿りがちであり、夏場の投手陣の疲労を考えると起爆剤となる選手が出てくることが期待されます。交流戦はヘルナンデス選手が加入し活躍したことにより首位争いをできる打線に調子も上がってきています。ウレーニャ選手ならヘルナンデスにセレとして夏場の救世主になれるポテンシャルを秘めています。これからもエスタミー・ウレーニャ選手に期待していきたいですね。このチャンネルはこれからもプロ野球が盛り上がっていくことを期待して注目記事に迫っていきたいと思います。この動画が良いと思った方はいいねとチャンネル登録をお願いします。